すぎてく壊せ壊せ。まあいろんなパターンがありますけど、うん、基本的にはセットリストを決めた段階で、うん、この曲はちょっとリアレンジしたいねとか、あとはそのこの曲をリアレンジしてセットリストに組み込みたいねっていう時もありますけど、うん、でも基本的にはその考えていくっていうので言えば、大体の構想ですよね、うんうん、この曲をこんな感じにしたいぐらいの、うん、がっつりこうアレンジ、うちでシミュレーションしてとかってことで、ね、いつもね、CD 出す時みたいにやるわけじゃなくてね、うん、じゃないですね。結構でも最近のこの、ね、まあ、3本4本のツアーも同じメンバーに回ってますけど、はい、カラーみたいなものがあるじゃないですか。そうですね、AOR っぽいというかね、はいはいはい、昔 の70年代ぐらいのアメリカもあるというかね、うん、その辺の匂いになる、なるとまたさらに違う味が出てかっこいいだなって曲をわざわざ選んだりとかね、うん、そういうのはちょっと2人で話したりしてる。そうですね、あれとかもちょっとそうですね。まあ、あとは本当にバンドとみんなで、うん、あのセッションしながら作っていくっていうことが最近多いですね。そうですね、はい、その AOR コーナーでちょっと、ね、うん、作ったりとかね、はい、してます。